出ます。女子円盤投げ、ただいまの横川女子大学、森下さんの投てき、36m51、続いて九州共立大学、渡辺さん。男子の砲丸投げは、続いて石崎国士舘大学。女子円盤投げ、続いての投てき、日下さん、筑波大学。国士舘大学、石崎君の2回目は15m28、記録を伸ばしました。続いて現在トップ日本大学筒井君、1回目で 15m48 をマークしています。女子円盤投げ、ただいまの筑波大学日下さん、記録を伸ばして 49m86、続いて中央大学柴沼さん。砲丸投げ、ただいまの投てきは筒井君、日本大学。14m63、続いて和智君、東海大学。女子円盤投げ、ただいまの中央大学柴沼さんの投てき 39m89、 続いて九州共立大学中村さん。本日最初のトラック種目は10時より女子 800m 競走予選が行います。予選は5組で行われ、各組1着までと2着以下上位3名までが決勝に進出します。日本学生記録は2分02秒10、大会記録は2分07秒101です。
女子 800m 競走予選第1組は7名の出場で行われます。男子の砲丸投げ、東海慶応大学の慶応義塾大学秋元君が2回目に 15m66 をマークして現在トップです。ラスト1周の鐘が鳴りました。女子 800m 競走予選第1組の結果が表示されております。女子 800m 競走予選第2組5名の出場で行われます。
800m 競走予選第2組がスタートしました。ここで10時現在のグランドコンディションです。天候曇り、気温26度、湿度 65%、 東の風 1.5m でした。800m 競走予選第3組、7名の出場で行われます。女子 800m 競走予選第3組のスタートです。
番投げは、ただ今3回目の投擲に入っております。2投目までは終わりまして、トップは筑波大学の高橋さん、49m95。続いて、筑波大学の草加さん、49m96。先頭は鶴文化大学の沖田さん。先ほど行われました女子 800m 競争予選第2組の結果が表示されております。100m 競争予選第4次元の投擲、埼玉大学の富澤さん、2回目に 44m28 をマークし、現在7位です。大阪体育大学、実測、鹿児島市大学、最高級、400m50m
4回目の投てきに入っていますが、東海大学の和地君が4回目に 15m90 をマークしてトップに立っています。男子の方が投げ、ただいまの投てきは、串川大学中村君、4回目。